祖は木の国、ヒノキの里である。八仙八国の谷合に日本一のヒノキの樹海が続く。木曽谷は御嶽山信仰の里であり、民謡の宝庫でもある。谷合に住む人々の暮らしと文化は、昔も今も木につながり、木曽ヒノキと共に歩み栄えてきた。木と人の絆が木曽谷の文化を作り育んできたのである。木曽谷を南北にたどっている中山道は、木曽川ともつれては離れ、またもつれては南下する。ここ木曽路の北の入り口、桜沢を渡った仁江川の宿から、東村のふるさと馬込に至るまでの11宿と御殿間制度が出来上がったのは慶長9年1604年のことである。ここは中山道と大平街道の追い分けである。かつて木曽街道が華やかに栄えた頃、馬の鈴、旅人の声で明け暮れた峠部落、この街道にその名を馳せた威勢の良い牛方たちを偲ぶ。日本百景の一つ、直ちの滝。昔地元の農民は日照りが続くと雨乞いに登ったという。木曽川の激流が作った偉大な彫刻、寝覚めの床。奈良時代、木曽路が開発された頃は、木曽川に望む県外には至る所参道が架けられ、これらのものすべて木曽の架け橋と呼んだという。架け橋や命を絡むツタカズラと芭蕉の呼んだ木曽の参道は、杭跡と石垣に昔が忍ばれ、山の国木曽谷は山の懐が深い。中山道沿いから離れた谷間に小さい集落が軒を連ねて生活している。条件で粗食に耐え持久力のある木曽ごまは、木材と並んで木曽谷の重要な産物であった。木曽ごまを可愛がる農家は炉端の近くに麻屋を置き共に暮らしてきた。木曽農家建築の特色でもある。木曽ごまが時代とともにその姿を消したごとく、往時を偲んで訪ね当てた農家も廃墟となっていた。木の香がいっぱいに漂う木材の町、上松町は、かつては製紙の町であり、また信仰の山、駒ヶ岳への登山口としてにぎわった。しかし、昭和42年、駒ヶ岳ロープウェイができてから、この上松口から登る人は少なくなり、王子の登山道は小中学生の通学路になっていた。
京都と江戸のほぼ中間にあたる木曽福島に出女と入り出っ風を改めて知られた関所が明治2年まで続く。木曽谷の行政の中心地である。信仰の山御嶽山へ通じる御嶽街道の起点となる行人橋、修験道者が100日間の精進決裁を経て初めて渡って東海の道に着いたことからこの名があるという。その行人橋も今では白装束御嶽公の上り金剛杖で身を固める信者の姿はなく、中山道十一宿の旧宿場を訪れる若者たちと車の騒音の橋に変わっている。木曽川沿いの高台にある上野団町には常に豊かにほとばしる水場のある古い柳が残っている。麓の登山口から六根昇上お山は快晴と唱えて登った修練道場の山だった御嶽山も、今は海抜2150メートルの7合目田野原まで一気に登る。御嶽山は信仰の山から観光登山の山へと衣替えしつつある。今を去る304年の昔、妻子塾に美人で評判の高いおろくという娘がいた。かねてから頭の病を患い御嶽大権現に願をかけたところ、峰張りの木を持って櫛を作り、朝夕に櫛削れという神のお告げがあり、早速実行したところ、頭痛が治ったという伝説で名高い。おろく櫛、かつては江戸の需要の大半を占め、御嶽信仰の広がりに乗って全国に広がる。現在なお木櫛製造が続けられているのは木曽村藪原である。最近木櫛の良さが人気を呼び、木曽路の特産土産となっている。おろく櫛はほとんど昔も今も熟練した職人の手先で作られ、念入りに仕上げられている。文徳天皇第一皇子であった惟喬親王を始祖に持つ木地氏は、五輪紙一枚を持って諸国の森林で自由に土地欅などを求め歩いた。自由人であったその子孫が定着した。製材、荒取り、仕上げ、塗装という工程で製品ができるが、当時の動力は全て水車であったという。塗りを控えめにしたろくろ製品は、木目が醸し出す自然のロマンと木の温かみがにじみ出ている。ヒノキ傘は旅人や蕎麦人の必需品、漢文年間飛騨の国から荒良木に伝えられたという。着物細工は半世時代から今もなおその伝統が受け継がれている。木曽ヒノキを薄く剥いで曲げ、これを山桜などを材料にした神馬の皮で綴り、綿羽をはじめお膳などが作られている。
曲げ物の食器は古き時代の息吹が伝わり、中でも綿羽に込められた先人の知恵に頭が下がる。時は過ぎた。あの美しい用水路も仕事場も今はない。今日も山で働くソマやヒヨウの呼び声が山々にこだまする。昔の伐採は木曽独特の方法であったのである。木曽の奥深い山中で生まれ育った天下に名を馳せた木曽式伐木運材法は、徳川四代将軍の頃から林鉄が登場する大正2年まで約250年も続いたのである。伐採された木材は運搬の便と用途に応じて適当な長さに切る玉切り作業が開始され、その一本一本に樹種、年度、直径、長さ、場所、ソマ看板などが刻まれる。この印は佐原材昭和5年の伐採、直径一尺一寸ということである。これを王子の独特の読み方をすればサマル、チンコロ、ダンダラ看板となる。宮内庁所有財の印、宮の刻印が打たれている。スラとも呼び、山落とし、小谷狩りなど木曽式伐木運材法における運材装置の一種である。谷川の水を背に材を濡らし、時には修羅面に水を打って木材の滑りを良くしたという。木材販路の曲線部に作った装置、これを臼と呼ぶ。臼の部には砂や木の皮を入れて作ったという。金馬引きといわれる人々は山稼ぎの花形で、一升飯を食い、4トントラック1台分にも見合う木材を積み、危険な金馬道を運ぶ。明治になってからの陸送法である。